い、どうも皆さん改めましてこんにちは。自分の方はですね、とりあえずランタンも着火したところで夜の準備万端というところでございます。今日はですね、僕のベーパラックスに引き続きこちらのねヒュアハンドも久しぶりに点灯してみました。もう今日はねキャンプやる気満々です。はい、めんどくさいっていう言葉は抜きにしますね。まあそういうわけで時刻の方はですね18時33分、外気温は 13.5 度ですね。今日はね日曜日の夜ということで、多分ね今世間ではもうサザエさんが始まったぐらいの時間だと思うんですけど、自分もねあのサザエさんの曲を聴くと毎回うつ病になってましたね。もう明日から仕事かと思ったら本当に嫌な気持ちになります。まあそういう話はねちょっと置いときまして、早速ですね夜の宴に入っていこうと思うんですけど、今日はですねこちらでございます。はい、これなんだかわかりますか？そう、ナスビです。ただねそこら辺に売ってる普通のナスビじゃないんですよ。これね真夏にも一回動画で使ったことがあるんですけど、俺が育てたナスビです。今回は秋ナスバージョンですね。で今日はねまあこれを使って夜のメニュー作っていこうと思うんですけど、当初はね麻婆ナスにしようかなと思ってたんですよ。ただね、まあ、あの自分が住んでる地域でやってる西村キャンプ場っていう、あのバイキングの西村さんがやってるテレビ番組があるんですけど、それでねちょうどこちらのねナスビを使ったアレンジメニューをしてたんで、今日はですね麻婆ナスやめて、そちらのね西村さんがやってたレシピをねここでパクってしてみようかなと思います。ただねここちょっと一つ問題がありまして、そのテレビの中であの西村さんとオタフクソースっていう、まあ、あのソースのメーカーがあるんですけど、そこがねコラボしたなんとか山椒なんとかソースみたいな、俺もね一回動画の中でも使ったことがあるんですけど、そのソースでこのナスビをなんかかば焼きみたいなのをしてたんですよ。ただあのソースがね発売された当初はもうどこ行っても売ってたんですよ。コンビニでも売ってました。ただ今となってはどこ行っても売ってないですよね。今日来る途中にね 2,3 軒スーパー寄ったんですけど、どっちも売ってなかったんで、今日はですねその西村さんのソースは諦めまして、前編の方で使いましたこちら、このエビ飯のタレ、これでね代用していこうかなと思います。まあ、とりあえずねあの作るメニューとしましては、その西村さんのソースがこのエビ飯のタレに変わるだけで他は全部一緒です。そういうわけでね早速俺が作ったナスビ、これでねやっていこうかなと思います。さあやっていきましょう。ナスビですよ。ちょっとねちっちゃいんですよねサイズ的に。まあ、こっちはまあ十分かと思うんですけど、これはねちょっと何日か置いてた方が良かったかなっていう感じですけど、まあまあよしとしましょう。味は十分だと思いますんでね。シャキーン。さあじゃあまずはヘタの部分取りましょうね。お魚くわえたサザエさん、えい、ヘタ切り。すっごい左曲がりですねこの先っぽも綺麗言うて書いてってる気がする。んで縦に切ると、めっちゃ曲がっとるけどすげえ切りにくいね。あでもいい感じいい感じ。オープン。どうすかこの色ツヤ。俺の愛情を受けてすくすく育ったナスビですからね。そこら辺のやつと一緒にしないでください。はい。んでこの皮に切れ目を入れる、こういう感じでね。結構地道な作業ですねこれ。で今こう切ったんで反対側からもこういった方がいいわ。こんな感じ。これがね、別名鱗切りって言われる切り方ですよ。いやなんか日曜日の夜にキャンプするの初めてですけど、いいもんっすね。タタラタラタトゥトゥトゥルトゥ、大きな空を。はい、できました。完成です。よし、じゃあやっていきましょうか。どうやるんだったっけ。これでこれっすよ。片栗粉。片栗粉ね、もうなんか触ったらキシキシになるけ、気持ち悪いけあんま触りたくないんですよね。これを全体にまぶしていかにゃいけないんですよ。こんな感じか。フライパンセッツ。油です。これをね多めに入れ油って書いてましたね。揚げ焼きらしいです。でも入れすぎたらちょっと後の処理がめんどくさいんで、このぐらいにしときましょうか。じゃあ私が作ったナス、これをはい投入。えい、全然10位はんじゃん。ちょっと早かったかさすがに。そして入りきらない。こんな感じだね。おりゃ、おっしゃー、いい感じ。まあナスビと油の相性はすごくいいんで、まあ美味しくなることは間違いないと思いますね。じゃあぼちぼち、この3つは良さそうなんで、これねいつもおなじみ紙皿に1、2。あもうよっ、おい、こんな感じです。そしたらこの残った油とこの片栗粉のカスをちょっと処分します。これが多分一番大変な作業なんですよね。よいしょ、 OK。でそうしたら再びフライパンセットで、油を今度は軽く引き直して、さっきのナスビですね、これ再びインストールです。ほい、あちぎれそうちぎれそうちぎれそう、俺のナスビが。よし、
こんな感じでしょ。そしてこれです、唐辛子ですね。まあこれ切った方がいいのかもしれないですけど、今まな板がちょっと汚れててめんどくさいんで、手でちぎって入れますね。種も入れていいんですかね、唐辛子って。入れない方がいいんかな。なんか西村さん作ってるのとえらい見た目が違うんですけど、大丈夫ですかね。で問題はこっからなんですよ。本当はね、オタフクソースのなんか山椒ピリリでしたっけ、あれを入れるんですけどなかったんで、これですね、エビ飯のタレ。これをあんまり入れたら昼の感じからしたら結構濃いかったんで、このぐらいでいいと思うわ。これ再びちょっと味付けます。これで若干熱を入れたらもうおろします。はい、やっぱ濃いな色が。これで余熱で裏面とこう味をね染み込ませていきますよ。これはちょっと失敗したかもしれんな、もしかすると。はい、何とも言えない感じですけど、一応完成です。とりあえず食べてみましょうか。食べんことには何も言えねえですからね。じゃあなんか見るも無残な感じになりましたけど、俺が作ったナスビです。いただきます。味は大丈夫、味はいいんすけど、これ調理方法か俺の育て方が良くなかったのか、皮がもうめちゃくちゃ硬いですね。これ皮取ってやった方が良かったっすよ。ちょっと失敗ですね、その辺も。ちょっとこれ皮取って中の身を食べたら絶対うまいっすよ。でちなみにね、これここで今つついて食べてますけど、本当はねなんか丼みたいな感じにするものなんですよ。なんでご飯の上に乗っけて食べたら美味しいみたいなんですけど、これはここでおつまみにしてます。なんかグロテスクですけど、ナスビの身の部分です。いただきます。うん、こっちの方がいいわ。これはうまい、間違いないですね。エビ飯のタレでも十分使えます、美味しい。ちょっと酒出しましょうか、せっかくなんでね。これですよ、アサヒスーパードライ、アルコール度数 3.5%、 ちょっと優しいやつですね。これ新発売で出たみたいなんで今日買ってきてみました。はい、いただきます。乾杯。うわー、うまい。うまいけどちょっとやっぱ薄いな、 3.5% なんで。まああんま言わない方がいいのかもしれないですけど、キレがないというか、ちょっとなんか発泡酒っぽい感じ。まあすっきりして飲みやすいのはあるのかもしれないですけどね。なんかいつものスーパードライの雰囲気でいったらちょっと違うなっていう感じになるっすね。うん、うまい、うまい。全然つまみになるわこれ。で皆さん、ナスビを続きながらでちょっと申し訳ないんですけど、ここでね一つご報告があります。まあ何かと言いますと、まあ多分知ってる方もいらっしゃると思うんですけどね、今月末かな、広島県の杉丸キャンプ場っていうところで、そのバイキングの西村さんがやってる西村キャンプ場のイベントがあるんですよ。それ俺行きます。15,000円払ってチケット買いましたんで、こっそり行きますんで、皆さん見つけても声かけないでくださいね。いやー、ついに西村瑞稀元帥と初対面ですよ。ドキドキしますね。もう今から緊張しても夜しか寝れないです。そういうわけで、まあ自分の方はなんか無残な形になってますけど、このねナスビ美味しくいただこうと思いますので、皆さんあと食後でお会いしましょう。それでは後ほど。はい、時刻は20時14分、外見は 11.9 度ですね。はい、じゃあね、自分の方はさっきのナスビあれも全部食べ終わりましたんで、夜のねつまみとしまして、こちらセブンイレブンのおでんを先ほどのフライパンで温めているところでございます。今日の料理はね、もう前編の方からずっと合わせてこのフライパン1個でどうにか完結させております。大活躍ですよ、ダイソーで。ちょっとねここで残念なお知らせがあるんですけど、さっきねナスビ作ってる時に、よいしょ、これですよ、これベーパラックス、これがですね沈下しました。しばらく使ってなかったんでね、今日はなんかいけるかなっていう気だったんですよ。なんでやってみたんですけど、やっぱちょっとダメでしたね。そういうわけで、まあ前からずっと言ってますけど、ちゃんとメンテナンスしないといけないなっていう話です。まあ多分ねバポライザーがダメなのはもう間違いないんで、それを交換するか、もうこの機会にね全部オーバーオールっていうんです、なんか車検みたいなやつ、あれをするかしてね、なんとかしないといけないなってずっと思ってるんですけど、まあなかなかちょっと手が出ず、こんな感じでございます。皆さんちゃんとしてくださいね。まあそういうわけでね、このベーパラックスがなくなったんで、フュアハンド1個じゃさすがにちょっと厳しいじゃないですか。なんで代わりに今日もゴールゼロを潰しております。じゃあこの 3.5% がなくなりましたんで、皆さんお待ちかねの焼酎タイムに入りましょう。というわけで今日飲む焼酎なんですけど、まあついにですね今月末に西村元帥とお会いすることが決まりましたんで、それを祝しまして本日の焼酎はこちらでございます。はい、夢の始まり、いい名前ですね。こう書いてますよ、ブレイキングオブザドリームって書いてますね。じゃあちょっと開けてみましょう。出てこいや。おー、
立派ですね。これ見てくださいよ、こんな感じで素晴らしいですね。あのプチプチがついてます。ここのキャンプじゃあの電波届かないんで、あの暇になったら焚き火見ながらこれプチプチして遊びます。そしてこういうなんかのパンフレットチックのやつが入ってまして、わあすごいねこれ、めっちゃいいやつなんじゃないですか。あ、ちなみにあのいただき物です、ありがとうございます。10年間長期貯蔵、麦麹仕様の麦焼酎ですね。アルコール度数はなんと 40% あります。ちょっとね調子乗ってガブガブ飲んだらやばいことになると思いますんで、ちびちび飲んでいこうと思います。で結構ね寒いんで、まあなんか多分これいいやつだと思うんですよ。ただあの寒いんですいません、湯割りで行かせていただこうと思います。はい。じゃあまだあのお湯も沸いてないんでね、先にちょっとこれだけストレートでいただいてみましょう。多分いいやつだよこれ、絶対凛しいもん立ち姿。じゃあ行きます。皆さんあの開けてしまった、仕切り直します。皆さん夢ってありますか？俺はねあります。なんじゃろな。ちょっといいこと思いつかなかったです。まあ、なんかまあ明日から頑張りましょう。とりあえずいただきます。ポンで、ちょっとストレートでこんぐらいでいい、こんぐらいでいい。じゃあの夢の始まりを祝しまして、まず香り、あー芳醇、芳醇っていう言葉が合ってるのか分かんないですけど芳醇です。なんかあの全てがこう調和してる感じ、濃いね。ちょっとあのおでんが気になって仕方ないんでこれ火から下ろします。一回じゃあちょっと湯も入れて湯割りでいきましょうか。はい、じゃあね夢の始まりの湯割りです。いただきます。あーめっちゃまろやか、びっくりするぐらいまろやかになった。お湯で割ったらすごい、こんな変わるかっていうぐらい全然違いますね。あーうまい、これはいいわ。今気温 11.8 度。じゃあおでんもいただきましょうか。やっぱデーコンですよね。まずはデーコンいきましょう。ブシュ。これやっちゃダメっすよ、あのマナー違反ですからね。で卵もいきましょうか、好きなんでね。ブシュ。いいんすよどうせ誰も見てないんで。よし。そしてここに肉につけてもおでんにつけても美味しい、万能練りからし、よいしょ。これをね固形ジャーッとつけるんですよ、固形ね。あーいいね、うまそう。この絵面だけでももうたまらんでしょ、皆の衆。ほらうまそう。というわけであのいただきますね。大根です。はい、うん、うまい、違いないです。最高、これよこれ、これがいいんすよ。いやーいい夜になってきましたよ。まあまだね20時34分、まあ日曜日の20時34分って何してる、イッテ Q とかっす。まあ多分それぐらいの時間帯だと思うんですけど、いやーいいっすね。そのお茶の間でみんながテレビに釘付けになっている間、俺はここで焚き火に釘付けになる。全然もうやっぱねここに来たらもう毎回いいキャンプできたなっていう感じになるんすよね。最高っす。それ以上の言葉出てこないですね。まあそういうわけでね、自分の方はまあ明日から頑張る活力をねここで充電しようと思いますんで、動画の方はねこの辺で終わりにして、続きは明日の朝お会いしましょう。それではおやすみなさい。また明日。はい、おはようございます。ただいまの時刻は、6時19分ですね。外気温は 10.6 度。ちなみに最低気温なんですけど5時46分の 9.1 度ってのは今回の最低気温ですね。思ったほどそんなに冷え込まなかったんですけど、めっちゃ寒かったっすね。はい。でとりあえずね、まあ場内すごいこんな感じで、あの霧がかかってるんですけど、まあとりあえず焚き火火つけて朝の一杯飲んでから、ぼちぼちね撤収しようかなと思います。はいはい、ではお湯が沸きましたんで朝のねコーヒータイムに入りましょう。ただ今日はですね皆さんコーヒーじゃないですよ、紅茶です。で今日ね何を持ってきたかと言いますと、これですよ、青いレモングラスミントティー、シーラカンスのティーバッグってやつですね。これどこだったかな、マリホ水族館かどっかで買ったんですけど、なんかねまあ名前にも書いてるんですけど、ティーバッグがねシーラカンスの形してるんですよね。で抽出される紅茶の色が青いんですよね。
なんで、今日はですねこちらこのスノーピーク の、 あのチタンのマグカップ、これをあのずっと使っておりました。稲川先生の湯飲みとかくまモンのマグカップだったら黒いんでね、あの青いのちょっと全く見えなくなっちゃいますんで、せっかくなんでねこれ使って青をね楽しもうかなと思います。ただねこれ裏見てみたらカップに60から70度の 150ml 注いでくださいって書いてるんですよね。なんで今これちょっと沸騰したばっかりなんで先にねお湯入れて、まあ缶ですけど60度から70度まで冷まそうかと思います。150ってこんぐらいですよね。300の半分って考えたらこんなもんでしょう。60度から70度がちょっとわかんないですけど、深い青にするには30分ほどかかります。水になっちゃいますよ。もう行きましょうか。はい、こんにちは。おー、かわいいじゃないですか。これはあのメンダコじゃないですかね、多分。よいしょ。おー、なんかシーラカンスっちゃシーラカンスですけど、なんかあの遡上してきた鮭みたいな感じですね、顔は。じゃあちょっと多分まだ早いと思うんですけどね、湯加減。シーラカンス行ってらっしゃいって、入んねえな。よいしょ。はい、じゃあね、かれこれあれから30分近く待ったんですけど、見えるかな、こんな感じっす。なんかね、青っていうより紫っぽくなってますね。はい、もう色的には完全にワインかファンタのブドウっていう感じですけどね、匂い的にはねすごいなんかミントのいい香りがしてますね。多分これがレモングラスなんだと思います。とりあえずちょっとね一口いただきます。乾杯。あーすごい、ミントだミントだ、めっちゃミント。でちょっと朝食も出しましょうか。今日の朝はねこれです、セブンイレブンのしっとりチョコ。これねうまいんすよ、マジで。あの中毒性ありますからね、ほんとなんかやばい粉でも入れとんじゃないかっていうぐらいずーっと食べてたらねほんと癖になるんですよ。はい、いただきます。うん、うまい。そしてこのシーラカンスいっぱいね。味的に別にシーラカンスの味はしないです。で最後にね、まあ、今回のキャンプ振り返ってみて思ったんですけど、いやー良かったですね、ほんと静かで楽しかったです。で来た時はねちょっと雨が降ってて若干ね空模様が微妙だったんですけど、夜はもう綺麗に晴れてね、星がねもうほんとキンキラキンキラ漂ってたんで、すごい綺麗でしたね。ただちょっとねやっぱあの体がまだ寒さに慣れてないせいか結構肌寒かったんで、これからねまあもうどん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 多分気温下がっていく一方だと思いますんで、まあ、防寒対策とかもね、ぼちぼちちょっとね考えながらやっていこうかなっていう感じでございます。まあ良かったですよ、本当に楽しかった。まあ今日がもう月曜日ですけど、今日からまだ頑張ろうかなっていう気になるようなそういう一泊でしたね。まあたまにするグルキャンとかも楽しいんですけど、俺はやっぱりねこういう誰もいない環境でひっそりとやるのが好きですね。まあそういうわけで自分の方としましては、この焚き火ひとしきり燃やし切ってこのシーラカンスね飲み切ったらもうおちおち撤収して帰ろうかなと思います。というわけで皆さん、あとは撤収後にお会いしましょう。それでは後ほど。時刻は9時28分ですね。こんな感じで撤収完了です。自分の方はね、これからぼちぼち帰っていこうと思いますんで、皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタン、あといろいろやってますんで、概要欄のチェックもぜひぜひよろしくお願いします。それではさよなら、また来週、バイバイ。